通に刺繍とかしてなくて、針とかそういうの使い慣れてない人でも羊毛針っていうんで、ここに中に入れ込むことでできちゃうので、まあ、簡単にできると思います。そうするとこれを中に押し込んでいって、その場所に糸がくっつくっていう形になる。オリジナルって作れると思うので、ぜひぜひ、フリーなのでオリジナルを作ってもらえたら楽しいかなと思います。こういう細い線っていうのは結構難しいか、ね、そう、細い方が難やりにくい、ね、丸くやる、まさか丸とか面だね、そしたらじゃあはい、消しゴム、あ、ありがとう、はい、この上にフリーを、はい、グレーね、はい、これ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 麺に入れてるこれこちらでもいいんです、これはちょっと入れて、そのぐらい、じゃあみさきちゃんこれをあげる、パスポートはいいからね、そうそう、全然平気よ、取っちゃっていいよ、はい、あ、お家もしかしたら白にしてアウトラインだけ取ってもらえるし、だから、まずじゃあ、うん、かわいいね、作ろうと思ってる、ね、こうなったら黄色もさ、全部違う、かわいい、いい、おいいかな、そうなんだね、じゃあ、色は決まったら白っぽいのをいただいてもいいです、あ、よかった、うん、これがね、その話で、うん、でちょっと寄せてあげて、線の上で刺してあげる、もちろん線の上を、マイリップの線の上ぐらいを刺してあげる、真ん中は刺さなくていい、真ん中も刺してくるね、うん、でもこのぐらい緩く刺しておいて、うん、これが1個部品の完成、うん、で、この部品を後でここで乗せてって整えて、そういうことなんだ、そうしよう方が、間違いなくというか、うん、いけると思うので、分かった、今分かった、うん、ここは黄色って思ったら、だいたい黄色のこの形を作ってあげて、ここで合わせていこう、はい、これ敷いた方がいいよ、細かいところなかなかアソルのクリンっていうのを乗せたければ、乗せたい、そしたら美味しそうな、取っちゃう、私ね、あ、そっか、これでちょんって1個乗せとけば、多分その分は線で作る、あ、こんな感じで、うん、あ、いけるいける、全部やってから乗せる感じ、うん、ちょっと乗せて、今このクリンがついたの、これよし、ロゴもまたすごい可愛いなの、ね、すごい可愛いの、いい感じ、嬉しい、目なの、できる、影がすごい、ワインレッドにすると暴挙に出てもらう、それは暴挙だね、暴挙でしょ、ちょっとやりすぎ、どうしよう、やりすぎた、灰色をかぶせて中和する、ここも使
やった。